皆さんこんにちは、キャッシュアイス TV の小林です。田村です。はい、今回はですね、以前サブチャンネルでちょっとやったところ非常に好評だった動画ということで、企画をビルドアップしてですねメインチャンネルに持ってまいりました。そのテーマとは、選んではいけない塾の特徴5選ということでございます。まあね、ちょっと塾やってる人間がですね、まあ、これ言ってしまうとちょっとまあ波が立つかなというところがあるんですけれども、まあ今回ね、まあ、そこを恐れずに、まあ、生徒の皆さんがこれからですね、まあ、塾を選んだりとか、まあ、考えたりする時の参考になるポイントを5つ紹介したいと思います。でまず最初にもうね5個言っちゃいますね、うんうん、はい、まず1つ目、科目が並行な場合、2つ目コマ数が多すぎる場合、3つ目スケジュール管理がない、4つ目質問ができない、5つ目受験の知識がない。まあ聞いただけでもなんとなく良くないなってことは皆さんももう分かると思うんですけれども、まあ、今からね5個それぞれ説明していきますので、まあ、聞きたいところにねスキップして聞いてもらえればと思います。まず最初に科目並行ってところなんですけども、まあ、いわゆるこう既存の塾って、まあ、週に1回例えば英語文法を勉強してとか、週に1回数学勉強してみたいな、そういう風に勉強するじゃないですか、はい、でそうするとどうしても科目がですねこう平行で進んでいくんですよね、うんうん、ただ、まあ、田村君も指導していて分かると思うんですけど、はい、全部平行って、まあ、まずありえないじゃないですか。そうです ね例えばこう、まあ、私立文系だったら最初英語頑張って、うんうん、また次じゃ国語やりながらちょっと社会も進めて最後社会に力入れるみたいな、こうタイミングタイミングで力を入れるべき順番ってあるじゃないですか、はいはい、でもちろんこう生徒によっては、まあ、最初からね、まあ、理科とか社会ができるみたいな、まあ、特殊な子もいますけど、まあ、大概最初は英数を中心に勉強して、そのあとですねサブ科目とか他の科目に移っていくってことになると思います、はい、聞いた時に全科目を並行で勉強するスタイルの塾だと、まあ、最初から英語も数学も国語も社会もみたいな感じになってしまうので、まあ、なんとかバランスが取りづらいんですよね。でしかもその科目が並行する塾って大概ずっと同じコマ数を受けていくんですよ。ちょっと後でコマ数の話もできますけど、はい、そうすると本当であればね先に授業とかを受けちゃって後で復習したり演習したりした方がいいじゃん、うん、そうです ね、うん、だけど平行だとずっと最後まで授業受け続けるんで、これだから最後のスパッとかけづらいんですよ。なるほど。そうだからそれよりは先にガツッとやっちゃってから、はい、後で演習ができる方が僕は塾としてはいいと思います、はい、で2つ目なんですけど、コマ数が多すぎる場合ですね、まあ、これはまあ本当に良くないです。そうですね、うん、よく言われるのは、うん、なんかこう浪人して予備校入ったけど、こう塾にね1年間通ってたら終わっちゃったみたいな、なんかこれよくあると思うんですけど、要はコマ数が多くても成績上がるわけではないわけですね。でもちろん授業を受けるなということではないんですけれども、やっぱり授業を受けるんだったら自分に必要な量を必要なだけ受けるべきで、コマ数が多すぎるとそれでパンクしちゃうので、まあ、ちょっとそれはあまり良くないと思います。授業を受けすぎると自分で勉強する時間が取れなくなっちゃいますよね。そうです。だから逆に言うと、まあ、ちょっとコマ数がいっぱい取れみたいなこと言ってくる塾はやっぱりそれを前提に成り立っているので、あんまりちょっとお勧めできないかなという部分はあります。まあね、あの大手の塾とか予備校でも校舎によってちょっとどんぐらい取れって言われるかは違ったりするので、まあ、そこは自分の近くの校舎見てみてください、うん、まあ、ただちょっと例外もあるので、例外ちょっとコマ数が多すぎるって話は最後にねもう一回例外としてお話しさせていただきます、はい、で今度3つ目なんですけど、スケジュール管理がない塾、あ、これはちょっと良くないですよね。うん、生徒としてはスケジュールを管理をなんかこう模範例というか示してほしいみたいなところありますね。そう、まあ、田村君も指導して分かると思うんですけど、仮にそこそこ学力が高い生徒でも全部自分でスケジュールを組んで、まあ、1週間ならできるかもしれないけど、うん、まあ、2週間1ヶ月3ヶ月ってなると実はほとんどの子なかなかできないじゃないですか。そうですね。で仮にかなり、ね、偏差値高くて、いやこの学力でいけばね、まあ、早稲田行けるなとか、ね、国立の第一志望行けるなっていう子だとしても、うん、なかなかできない、はい、僕が見てても、まあ、実際東大とか普通にね、あの余裕で受かるかどうかともかく、まあ大体受かるなと思って受かっていくような子でも、じゃあ3ヶ月間の間何やっていくかって聞くと、まあ、ちょっとおぼろげ、なんかこの辺の参考書と過去問とってなんとなく出してはくるけど、そっち精緻にちゃんと整理できてない、うん、なのでその辺のスケジュール管理っていうのをきちんとしてもらえる塾を僕はおすすめします、うん、でこれってあのなんか別にじゃあ個別指導塾でうちみたいなものとかに入んなきゃいけないかというと必ずしもそうじゃなくて、大手の塾でも例えばチューターさんがいてですね、もしくは担任の社員さんがいて、まあ、ちゃんと自分で相談をすれば、そういうスケジュール管理というか、まあ立案ぐらいは、管理はしてもらえるか分かんないけど、立案ぐらいはしてもらえることってあるので、そこを使えるんだったらうまく使った方がいいかなというふうに思います。まあ、あとは、まあ、ちゃんと自分でやれるんだったら、まあ、スケジュールを作るとこだけだったら学校の先生相談するとかね、うんうん、そういう使い方もあると思います。はい。で、4つ目なんですけど、質問ができない塾。まあ、これはね、やっぱ良くないんですよね。そうですよね。うん。で、やっぱ塾とかだとですね、やっぱチューターとか、もしくはまあ学生のアルバイトの先生とか、まあ、そういう
方もいらっしゃいます。でそれが悪いわけじゃないんですけど、いざ自分が質問したいときに質問ができなかったら、うん、まあ、意味ないわけですよ、はい、でもちろん別に分かんないことを全部質問するのって非効率で、自分で調べても分からないこととか、ちょっと解いたんだけど回答見てもちょっと難しすぎて分からないとか、うん、そういう時にやっぱり質問に行きたいわけだけども、 そうですね、そこでやっぱ質問に行けないってなると、うん、でも塾に通ってる意味がないわけですよね、はい、でまあ当然だけど、例えば個別とかに行ってる人の場合、例えば英語とか、例えば国語ができる先生に数学聞いたら、うん、ちょっと待ってねと、数学の先生を通して返信するねとか、数学の先生に確認してから返してとか、まあそれぐらいはいいんですけど、そもそも例えば英語を担当してくれる先生のはずなのに、はい、ちょっと学生さんでね、あまりレベル高くないから、ちょっと過去問やっててね、ちょっとここの訳が分かんないんですけど聞いても、みたいな、どうかなみたいな、なんか悩んじゃうみたいな、ちょっと頼りないですね。そうなんだけど、それ大丈夫かみたいな感じなので、そこは本当に注意した方がいい。でこれは本当にその同じ塾でも校舎とかによりますね、うん、チューターさんが優秀な校舎もあれば、あんまちょっと力がない、パワーが不足の校舎さんもあるので、そこはちゃんと見てから行った方がいいと思います。実際僕が昔大手の塾行ってましたけども、そこで教科書レベルの質問だったらほぼ返してもらえたんですけど、東大レベルになると返せるチューターの人が一人しかいなくて、なるほど、東大の理系のねチューターさんがいて、でも僕はその人がいたから、うん、まあ、その人に質問すれば、まあ、英語とか数学に関しては大抵返してもらえたんだけど、よかったなと思いますよ、うんうん、その人いなかったら質問できなかったので、 そうです、だそれは本当に皆さんもよく確認をしてください、はいはい、で最後5個目なんですけども、受験の知識がないって場合ですね。これどういうことかっていうとですね、まあ、例えば普通に例えば参考書はこれをやればいいとか、はい、なんかその英語だったらこういうふうに勉強した方がいいとか、はい、数学はこうやって復習した方がいいよっていうのはぶっちゃけ、まあ、ぶっちゃけですよ、うん、まあ、誰でも言えるんですよ、うん、例えば僕らの YouTube 見たりとか、はい、例えばまあ他の塾さんの、ね、YouTube 見たりすれば、なんとなく浅いかもしれない知識は入るんで、うん、言う分にはできるんですよ、うん、ただ大事なところってそこだけじゃなくて、実際に志望校に対してどうなのって話で、確かに、はい、だから実際に、ね、面談を受けた時の反応を見てほしいんですよね、はい、例えば早稲田大学行きたいですって時に、うん、あ、なるほど早稲田大学ねと、じゃあ早稲田大学の、じゃあ商学部だったらこんな問題が出るよとかね、うん、文学部だったらこんな問題が出るよって話ができるのかどうかですよ、うんうんうん、でかつ例えば早稲田大学だったら得点調整がかかりますよね、うんうん、でそうすると得点調整って言っても、まあ、大きく2つの得点調整があって、まあ、細かい話はしませんけども、この動画では、うんうん、そういうことがちゃんと分かってるかどうか、うん、とかね、例えば東大の例えば理系でね受けます、じゃあ社会どの科目が選べますかとか、うん、そういうところがやっぱり分かっていないと、やっぱ受験のプロとは僕は言えないと思うんですよ。でやっぱそういう人のところで、まあ、別に全員、ね、そこ自分が通ってる塾の人がスタッフが全員それが分からなくても、ちゃんと自分がその、まあ、質問じゃないけどいざ受験で面談をするとかって言った時に、うん、そういった知識がない人に当たっちゃうと非常に不幸ですよね。そうですね。なのでそこはねよく注意をしてほしいと思います。だから入塾するときにちゃんとその自分が入る校舎の、うん、例えば校舎長さんとか塾長さんとか、まあ、もしくはその、まあ、担任の先生になる人とかがちゃんとそういう知識を持ってるのかってことをしっかりと確認した上で入塾をしないと、なんかこうなんとなく勉強するみたいになっちゃうんですよね。なるほど。うん、で特にね、まあ、動画もね多分これと同じぐらいの時期に出ますけど、やっぱ私立とかってめちゃめちゃ多様化してるじゃないですか、はい、ね、例えば共通テスト利用型入試とか、例えば英検が使える入試、使えない入試で統一に入試で日程がどうとか、もうめちゃめちゃ複雑になってるじゃないですか、はい、で僕らでも、ね、ちゃんと調べて一回一回動画にしてアウトプットしてるから、まあ、分かるものの、でこれこういうことやってなかったら結構大変じゃないですか、調べるの、ね、今年大変革もあります、ね、うん、そうそうそう、はい、っていった時にですよ、やっぱこういうことちゃんとついていけてないぶっちゃけ人もいるんですよ、教育業界の中に、うん、そうすると、まあ、なんとなくマーチはこうだよとか言って、いやそもそもマーチはこうだよって言っても、ね、もう立教は英語の個別入試やりませんとか分かってるわけじゃないですか、はい、だからちゃんとそこがアップデートされてないともうひどいことになっちゃうんで、最悪間違った知識を生徒に与えてしまうということがあるので、ここの部分はぜひ注意をしてほしいなというふうに思います、はい、で最後ちょっと例外の話をするんですけど、コマ数が多すぎてもいい場合っていうのが限定的にあります。はい、それはですね、勉強を始めたばっかりの時とか、はい、もしくは自分ができてなかった部分を復習する時ですね、うん、その時だけコマ数が多いというのは僕はありだと思います、うん、はい、僕ですね、東進ハイスクールさんに現役生で通ってたんですけども、その時ですね、高校2年生の秋ぐらいから行って、最初に高校 1A2B 数学のね、はい、復習をしました、うん、でまあ、復習するって言っても別に復習講座ってものがあるわけじゃないの で、うん、で当時スタディサプリもないので、うん、その東進さんで高校対応数学なんか標準編みたいな、うん、まあ、要は本当に教科書レベルの、1A と 2B をやるやつを
3、4ヶ月ぐらいかな、うん、短いスパンでガーって受講したのね、うん、本当に1日2コマとか3コマとかバーって受けたのよ、うん、多分その当人さんの使い方としてですよ、そんなに一気にバーって受けてそれをずっとね1年間受け続けて高3の最後までやってたら、うん、多分落ちたと思います、うん、だけど最初僕は一応高校1年生の段階で数学の 2B まで終わっていたので、うん、でも全然できてなかったので、うん、思い出しながら分かんないとこ穴埋めるっていう作業のために一時的にコマ数をガッてやるのは僕はありだと思うんですね。なるほど、はい、まあ、ただまあそれがコスパ的にどうかってのは別ですよ、うん、ただまあ最近はスタディサプリとか映像授業もあるのでそういったものを使いながらコスパよくちょっと一時的にちょっとコマ数を多くするっていうのは僕はありだと思います、うん、例えばあとちょっとだけ、ね、数学の先取りをしたいんだけど、はい、学校が いつまででも終わんないとか、うん、例えば夏休みにかかっちゃう冬休みにかかっちゃってあとちょっとで終わるのに終わらないって時に、うん、じゃあちょっともう2週間ぐらい、まあ、受講付けコマ付けになってもうそこで全部終わらせちゃおうとか、うん、そういうのは全然ありなんです、うん、ただずっとそのまま1日ほど3個4個ずっと受講し続けたら自分で勉強するのがなくなるので、はい、なのでそれは避けた方がいいということです。ただ一時的に、まあ、例外的にコマ数を多くするのは、まあ、戦略上別になしではないかなと個人的には思います、はいはい、なので、まあ、今回ねその例外の話は置いといて、まあ、5個のポイントですねお話をさせていただきました、まあ、科目が並行して進んでいく、コマ数が多い、スケジュール管理がない、質問ができない、受験知識がない、まあ、この5つなんですけれども、まあ、もしねまあ、皆さんがこう今後塾を選ぶときに、まあ、1個でも当てはまったら僕はちょっと注意かなというふうには思います、うん、で2個当てはまるようだったらちょっと他の塾と比べてもいいかなと思います、うん、でもし3個当てはまっちゃうようだったら、うん、ちょっとその塾じゃなくてもいいかなっていうふうには思います、うん、まあ、いろんなね地域の人が見てると思うので、うん、いや自分の家の近くにはなんか塾が2個しかなくて選びようがないって方もいるかもしれないですけど、まあ、別にうちを押すわけではないですが、オンラインでね受けられるいろんなものも増えているので、うん、そういったものも含めてね考えれば選択肢増えると思うので、うん、ぜひねこの5個に当てはまらないもの、まあ、当てはまったとしてはまあ1個ぐらいかな、うん、の塾にしといた方がいいかなと思います。もちろん対応の仕方はあるんですよ。例えばコマ数が多すぎといっても、例えばさっきの最初だけ多すぎるようにするとか、例えばスケジュール管理がない部分に関してはしっかりと例えば学校の先生と相談しながら進めるとか、もしくは質問ができないんだったら学校の先生に質問するとか、まあ、1個ぐらいのデメリットだったら、まあ、受験生の努力で補えるんだけど、これが 2個とか、まあ、なったら3個とかになっちゃうとちょっとねもう本当に言ってる意味があるのかそうです、ね、なっちゃうので、まあ、そこはよく注意してもらえればと思います。はい、というわけで今日の話は以上です、うん、まあね、塾選ぶときはぜひ気をつけてください、はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。